はい今日はですね、えー、座間市緑ヶ丘6丁目の,あの例の事件があったアパートが見える公園から、えー、お便りのコーナーということでお届けするんですけど、まあ、お便りというかメッセージなんですけども実は先日、えー、川崎市の都定4丁目の河川敷のバラックを探訪したんですけどそれで反響がありまして、えー、実はですね、えー、こういう お便りが届いたんですね,、えっと、ね匿名希望の木の下社員の方からってうのでもう、もうそのまんまですよね、えー、ちょっと読んでいますね、えー、動画の部落はどうやら戦時中、日本に着いた在日朝鮮人の部落で、在日バラクとか呼ばれているそうです。 動画の事業所は株式会社木下の本社ですが、社長は2代目で元事務員。初代社長ははじめ、リアカーで古紙回収するところから始め、事業所も20事業所以上開設するなどやり手でした。すごいですね。あれ、だから結構な企業ですよ。20事業所ですからね。 えー、しかも本社なんですよねあ,そあの場所がすごい場所ですけどで2代目社長は初代の妻で初代は継がせるつもりでな,なかったのに初代が亡くなった後に無理やり社長の座についたそうですで台風当日本社は水没しましたまあそうでしょう社長の指示で当日会社は動いていたそうですその際の指示内容としては台風対策ではなく事業所内の清掃作業を指示されていたと ままたたた聞きででした水没時車内に人はいたそうですレスキューが駆けつけ数度にわたる避難指示もかたくなに拒否レスキューの方の最後の指示これ以上いるのは自己判断ですよってしぶしぶ避難したそうですというかですね神奈川県ってね20年ぐらい前にいわゆるあのドキュンの川流れって言われている、えー、黒倉川水難事故ってのがあったんですね。 で十何年か前僕防火講師打てたんですよ平塚であなんかロマンスカーがしていきますでその時のね講師の方がその事件の時の現場指揮者だったそうなんですね。 えー、だからもうあの事件ね神奈川県ではもう伝説的になってるんですねご存じない方は「ドキュンの川流れ」とかね「黒倉川水難事故」で検索したら出てきますのでぜひ読んでみてくださいだからあれ相当衝撃な事件で、まあ、レスキューでねもう逃げろ逃げろって言ってるのにもう悪態ついて逃げなかった人が、まあ、結局流されて、えー、もう十何人か死者が出てしまったっていう事故なんですけどね、えー、だからその事故ね多分 知ってると思いますよ、この木下経営してるぐらいの世代の人だったら十分ね、だから全然そういう教訓がね、この神奈川県で生かされてないっていうのは、ゆゆしき問題だと思います。で、どうやら本社は水没を頭に入っていなかったようで、重要書類等は事務所1階だったので、今現在、電話もファックスも臨時のものを代用。 うん、というか、重要書類、水に使ったということですね、これ。ファックスについては安物を使っているようで、初,代初日に壊れ、代理の代理で2代目を入れたにもかかわらず、それも故障で、ネットも使ってないので、本社との電話連絡は電話連絡のみ、書類のやり取りは現在どうしようかと話し合いをしているようです。あ、そうなんですね。というかネットあ、ちょっと電車が通りますね。 で次の台風も近づいていますがあの本社はまだ使うちでいるそうです川崎市からは立ち退き料を出すからここから立ち退いてほしいと伝えられているそうですが在日のバラックの方々と同様ここは私たちの土地だと言い張り立ち退く様子はないそうです自分もいる事情所内でも二代目の考えはわからないもうついていけないとやめる人が出ているとまあこれ以上読むとねなんか あのこの人特定されちゃいそうなので、まあ、この辺にしとくんですけど、まあとは大したこと書いてないですんでまあこれで思ったんですけどねまあ確かにね木下さんブラック企業じゃないですかっていうのは分かりましたあとやっぱりあの立ち退き料を払ってるんですね本当に川崎市は実は京都でもね衣笠開町って っって言って言似たようなところがあるんですけどもあそこはもう自己取得認め合いよと立ち退き料も払わ,払わないよって言って、ね、京都市は毅然と対処してるような状況だそうなんですけども川崎市は払っっててしまってるんですねで今川崎市ってね在日の方々に対するヘイトスピーチが問題になってるじゃないですかも僕もあんましそのねあの「ね,、うん、ねだ」とかね、うん ブリだとかねそういうことをねあの言うことはねもう良くないとは思うんですよそういう像をね呼び込むようなことをやるのはでも川崎市でねそういうのは問題になる理由っての分かりましたよやっぱりこういうことがあるとやっぱしまあ不公平感が出ちゃうじゃないですか河川敷に座った人にね何千万円ってそんな立ち退き料が出るってなったらねだから ままた電車来すねだから川崎のね、幸イ区イとかね、特にあの辺の人が、その在日コリアンの人を、ね、嫌うっていうのは、確かにまあそうなっちゃうだろうなっていうのをね、やっぱ今回の経緯を見て思いました。うんだから川崎市ね、なんかヘイトスピーチをね刑事罰で規制とかなんかそういうのやろうとしてるんですけども、やっぱ法律で人の心って変えられないですからね。 か川崎市も川崎市でね、こうそのまあ、善意なのかもしれないですよ、ちょっと歪んだ善意で、在日の方々は苦労してきたから、そお金払いましょうみたいなことをしてきたんだけども、そういうことが結果的にその、なんとか、像をあおってるっていうようなことについては、それは行政が反省しないといけないし。 だからまあこういった過去の経緯についてちゃんと川崎市が説明してね議論できるような環境っていうのを作っていく方が大事なんじゃないかなというふうに僕は思います。うん、ただやっぱりねあの、うんまあ、昔のことは昔のことなんでねそこでその、えー、お互いですねその憎み合うっていうようなことは良くないと思うんでただ、まあ、お互い言いたいことを言うっていうのはいいと思うんですよ多少聞かない言葉でもね。うん 別に殺し合いするわけでもなければということで、えー、今回の啓発兼、えー、お便りのコーナーでしたそれではぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします